はい、こちら竹にね穴を開けてフローラルフォームをね全部セットしました。そして今日ね使うこの器、この器の中にもフローラルフォームセットしてあります。こうセットして、ただまあちょっとこう何も止めてないんでぐらつきますよね。なのでこの竹串で器のどの位置にこう、まあこの手前なのか奥なのか、それからこう真ん中あたりなのかとかね、まあ、今回ちょっとこう真ん中あたりにしてちょっとぐらつきますから、この竹串でこのように止めていきます。はい、これで器に竹が止まりました。見えそうなくらい長かったらちょっとカットしましょうね。はい、そして今回ねこのラナンキュラスを使って生けていきます。ラナンキュラスはこの茎の中にねこうワイヤーを入れてスッと入りますから、刺していくと刺しやすいです。でこのね濃いピンクもちょっと混ぜていきましょう。まあ、本来ねあんまりまあ素敵なデザインは好きじゃないんですけど、今回はちょっとこう、まあ、素敵要素を含めてそういう動きを出していきます。これがね、N スタイルのマスだっていう感じ。やってみましょう。あんまりね、こうマス的デザインはやんないって言ったんですけど、まあなんか卒業式のディスプレイっていうかね、アレンジだからちょっと可愛くした方がいいかなと思って、今回はちょっとマスにしてますけど、まあやっぱりねラインが入ってこないと僕のスタイルじゃなくなっちゃうんで、ラインはねこれから入れていきます。お楽しみ。はい、ここでラナンキュラスが入れ終わりました。ちょっと気づいていただけるかなと思うんですけど、まあ、ここ、まあ、竹がこう細くなってますよね、向こうに向かってね。その時に、まあ、こっちはまあちょっとぼってり入ってます、はっきり言って。こっちは少しこうマスが細くなっていきますよね。こういうふうにマスも変化をつけることによってシャープに見せることができます。そこはよく覚えておいてください。そしたら今度ここに今フォームが見えてるところがありますから、そこをこうピットスプラムでファンデーションワークをします。はい、こちらでねピットスプラムが入れ終わりました。はい、そしたら次にこの拳ですね、拳をラインで入れていきます。今、まあ、ここにねラナンキュラスの中にはラインが入ってませんので、これをアクセントラインとして入れていきます。